そんなこと言ったって、ここから出られないならきっと怒らせるのだけは避けた方がいいよ。賢いな、ミノルは賢いな。窓、動かないよね。ミノルは冷静担当か。国史ですね。教科書の第三章。昨日続き、天皇歴史について遡ってじたね。ひろあきくん、第一予伝の王についても触れられたと記憶していますが、猫もあれなのか、生徒なのか、ひー、覚えてますか。では、みのるくん、第一代目は誰でしたか。ですね、神徳天、水戸天皇じゃないかな。わかるよ。だいたいわかる。水戸天皇かな。水戸天皇ですよね。これはわかるよ、俺。これわかるよ。答え見なくても。いいえ、復讐しせんね、怒ったらないように。合ってるこれ。今日は、さらに、続きを読み上げてしょう。合ってたのか今合ってたのか羽いらっしゃい。すっかり暗くなっちゃったね。なんであんな奴に拘束されなきゃいけないのよ。夜までやってたのか。わけわかんない奴にわけわかんない力使われて。早くここから出ようよ。アリスいらっしゃい。どうしたの？なんかいる。真夜中の友達が。大丈夫？なんなんだよあれ、あいつ。来るなってば。この。いっぱいいる。違ったのか。初代は神武天皇なの。そんでくれるの。ミノル、何ぼさとしてんだよ。いや、でも彼ら、何か僕らに。ねえ、こっち。君たち一体。早く逃げようよ。一人でブツブツ言ってないでさ。小梅さんか、ありがとう。聞こえてないのか、僕にだけ。いや、今は考えてる場合じゃない。あれから、ミノルにしか聞こえない声があるみたいな。シューズいらっしゃい。多分それだな。で、千代ちゃんは飛べる。二人とも早くこっちに。多分そういう特技でしょ。それぞれの。なんか和室だ。ひろあき、発狂してるな、もう。ナーナいらっしゃい。追ってきてないみたいだね。とりあえずは。けど、次また来るかわかんないわ。とにかくさっさと出口探して逃げるっきゃないわね。な、娯楽部の部室みたいな。ちょっと待ってよ。天宮いらっしゃい。YouTube からありがとうございます。よかったら生放送も見てね。僕は怪我してるんだぞ。これから歩き回るなんて無理だよ。怪我あったって軽くひねった程度でしょ。情けないわね。さっき走ったので、もっと痛くなったんだ。痛だ。弱いな、ひろあき。無理もよくないしね。ここはしばらく休んでいた方がいいよ。じゃあ二人で行きますか。二人でよ。待ってよ。僕一人で置いていく気なのか、君は。普通、怪我人放っていかないだろう。足手まといは切り捨てる。いいね。もうぐち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 、めんどくさいわね。はっきり言いなさい。一人だと怖いので、誰かいてください。お願いします。素直。心底情けないわ。なら僕が行くよ。千代は休んでて。ほら。私の名前か。なんか妙な気分ね。落ちてる。この子落ちてる。かわいい。千代ちゃん好きやな。わかった、悪いわね。こいつのせいで。こいつのせいで。ちょっと口は悪いが。いちいち一言多いな、君。多くしてんのよ。怪我人はおとなしく黙ってて。今来てさ、いらっしゃい。ミノル、疲れたらいつでも変わるから、遠慮せず言ってよ。ありがとうね。探索について。探索はキャラを切り替えて行うことができます。今は千代に話しかけることで交代が可能です。ミノルは、影のような何かと会話することができます。方法、千代は穴を飛び越えたり重いものを動かせます。女の子なのに重いものもいけるの、すげえな千代ちゃん。ひろあきは知識を使った謎解きに長けています。本当か、知ったかぶりじゃないのか。ひろあき、探索に行き詰まったら交代を活用してみましょうと。面白そうですね、このシステム。なかなか面白そうだ。セーブ一応しておいて。単独コートなのか、じゃあ基本。
なるほどね。一緒にいて交代じゃなくて、ここまで戻ってくる感じなのかな。大丈夫、変わろっか。ちょっと交代する。ちょ、交代したやつを見たいな。オッケー、任しといて。かわいい。千代ちゃんの笑顔に和まされてます。猫は起きた？あ、めっちゃ泣いてる。やめてあげて、千代ちゃん。やめてあげて。松に審査いらっしゃい。YH いらっしゃい。めっちゃ泣くやん。本当に折れてないといいけど。なるほど。今は2人しか使えないと。なるほどね。すぐ泣く。すぐ泣くぞ。ほら泣くぞ。じゃあ、とりあえず、ひろあきで行こうか。ここどこなんだろうね。あ、違う、ミノルか。うん、了解。ミノルで、とりあえず行って、詰まったら千代ちゃんに行きましょう。なるほど。記録をしてと。さて、じゃあ、行きますかね。戻ったぜよ。あれ？こっちか。お！すげえ、なんか、RPG みたい。RPG のなんか天空の島みたいになってる。なんか何このラスボス感。やばいところにいるな。あそこ大丈夫なのか。落下しないか。比重で、重さでさ。とりあえずミノルは会話できるんだよね。どうしよっか。なんかこっち側にいたよな。ちょっと待ってよ。あ、これで決定ボタンか。ミオいらっしゃい。あ、行けるとこ増えてる。え、あ、怖えな。音でけえわ。もうちょっと静かに思いっきりやるな、ミノル。蛇口拾っても、水は出ません。思いっきり開けるな。すげえ怖え。扉開きません。扉開く。まんいきなり来たよ。警護いらっしゃい。誰かいるの？あ、くすん。私のもの、みんなが隠すの。教科書と鉛筆とそれと上履き持ってこいと。教科書、鉛筆、上履き、3つね。出たくない。ここから出たくないの。くすんくすん。奇遇だね。おいちゃんも家から出たくないよ。仲間だね、僕たちは。なるほど。3つ持ってこいと。多分あの声はミノルしか聞こえないんだもんね。よし、正解だったね。ミノルできたのが正解だった。功を奏したか。あー、なんかめっちゃあっち側光ってますやん。あれか、あれかな。あれがそうなのか。やっぱ光ってるものを調べていけばいい感じかな。こっち側は、でも飛ばないといけないもんな。あ、やっぱ開かないんだ。なるほど。どうしようかな。じゃあ上の方をとりあえず調べて、下の方行こうか。ねえ、さっきも調べたけど、何かしら変化起きてるかもしれないもんね。この北校舎。なので。あ、いけるな。全然いけるな。音でかいわ。え？なんかキュピンみたいな音した？なんか、お、ん？なんか音がするな。コンコン、ボンボンみたいな。やめてくれよ。交代で交代できる？持ち物。今は交代できません。やっぱあれか。合流しとかないと交代か。あ、そうか。交代すれば飛べるのか。そっかそっかそっか。なるほど。みんな察しがいいな。1マスは飛べるもんね。1マスは。なるほど。で、とりあえず、ミノルでできることを、どうしようかな。とりあえずあれだよね。毎回交代していくのもあれだから、とりあえずミノルでできることをすべてやってから、千代ちゃんみたいな感じのノリでいいかな。話そう。ダメ。俺たち遊んでるんだから。邪魔すんな。なんだよ。なんだよ。くそ！行かせてくんない。とりあえず、ミノルでできることをやっちゃおうか。こっちの2階のさ、こう2階か ?3 階かわからんが。こっち側行って、なんかいる。怖い怖い怖い。古びた人形です。足の部分がなくなっています。ほう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 。足も、ああ、なるほど。そういう感じですね。足を、持ってくるまで、ここは倒産と。待って、なんか近づいてきてない？待って、近づいてきてない近づいてきてない？え、嘘、気のせいかな？え、待って。このままだと、死ぬとか、じゃないよな。待って、怖い。帰った方がいいこれ帰っ、あー、びっくりした。次死ぬのかな？死ぬはしないよな。
大丈夫これ怖いだけ、ただ死んだりしない？うわ怖え、これびっくりした、歩けないと思ったら、ああダメだってさ、なんだよもうそれだけのために、あもうデフォルトここだデフォルトそこになっちゃった、ごめん、デフォルトでそこになっちゃったよ。うわ怖え、地味に怖いね、手でハイハイすればいいじゃないか。あでも行けるとこいっぱいあるな、とりあえず全部開けとこうか全部開けとこ。B 品用であろう棚です。中にはガラクタが転がっています。ほう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 、とりあえず千代ちゃんでできることがあったらその場を覚えておきましょう。忘れたらねもう目も当てられないんで。あなんか光ってる、それくれよその光って。ああいつら隠したろう、絶対隠したやつなら何かしらの、返せ、それは俺んだぞ。てんてんてん、早く帰りたいな。うん帰れるよね、うん早く帰りたいね。なんだ、古びた教科書拾いました、オッケー。お前らが取ったのか、そういうことじゃないのかな。え眉毛いらっしゃい、みんな覚えておいてね、俺はすぐに忘れるぞ、すぐ忘れるぞ、ほら忘れた。わっこういらっしゃい、よかった名前つけててね、イヤホンついてるよ、鍵かかってる。ああいつ、あいつちょっとからかってやったらすぐ便所に逃げるんだ、弱虫育児なし、へへへこいつ。ミロにグリコいらっしゃい、寝る方、うん血がすげえ、待って先生がいる、ちょ待って先生が右にいる、ほこりかぶった方が並んでる。先生ってあれかな、逆らわなかったら襲ってきはしないよね、ね、いい子にしてたら襲ってこないよね。怖え、じもう病院行けよ。目ぼらしき冊子が並んでいます。今北さんいらっしゃい、まだ始めたばかり、大丈夫かな、近づいて。大丈夫でしょう、先生は生徒をいたわるものでしょうね。え待ってダメなん先生、おお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 お、なになになに、悪い こなん時間に、あー悪い生徒、あもうす初手殺人ですか、うわーゲームオーバーだった。あー夜だもんね、そうか悪いことなのかあれは、もういいじゃん別にちょっとぐらい、ダメだった、ごめんなさい。夜に出歩いちゃいけないらしい。まあ、基本か。基本だね。おお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 、あ、びっくりした。なんか先生が消えたかと思った。消えたかと思った。でも、下の方行きたいけど行けないんだろうな。戸棚のガラスが倒れ、なんか奥にはチョークが転がっています。びっくりした。なんか、切りかけがあったからさ、なんか、あれみたいな。落ちたと思って、下に。待ってよ、あの光ってるの欲しいけどな、絶対、あごめんなさいごめんなさいごめんなさいセーブしといてよかった、うーよかった、光ってるとこめっちゃ気になる。じゃあここ何もないということで、はいお疲れ様です。オッケーオッケー、何もないんだな、何も。こっちはお、いるねいるね、話聞いとこ、待ってとりあえず砂ぼこりをかぶった下駄箱、まあ、探索はねすごいくどいようですから、いろいろやってきますんでお願いします。ふふふ、隠しちゃった、このあの子の靴隠しちゃった、うんと汚いところに隠してやったの、あの子虫苦手なの、ふふ、あの子うるさいんだもん、学校来なければいいのよ、ふふふふ、ひどいな。臭いところってトイレかな、砂ぼこり、臭いところもしくは生ゴミ、ゴミとかトイレかな、とりあえず全部調べていこう。裏側も調べるべきかな。あ、よく見ると奥に、よく見ると奥の方に白い塊、魂が見えます。塊か。薄汚れた上履きを手に、オッケー。今何持ってる？教科書と上履きだね。オッケー。あとなんだっけ？筆箱だっけ？鉛筆だっけ？オッケー。もうじゃあもう何もない感じかな。ここはすごい臭いのかな。下の方って調べられるかな？ちょっと待って。あ、下調べれない感じか。じゃ、ちょっとごめんね。とりあえず、ここら辺にも何かあるか分かんないんで、ちょっと調べます、一応。蜘蛛の巣張ってる。ふんふん。とりあえずね。とりあえず、片っ端から。シープいらっしゃい。先生が履いてると思った。先生ぐるみで。やだな。
玄関の扉は微動だにしないと。